3月5日火曜日ニューズオペードアンカーの町田彩雅です。そしてアシスタントは吉山のぞみですえ。今日のゲストはモデルで定住旅行家のえりこさん。解説員は玉川大学准教授の平林武夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。31記念日の報道に温度差です。 独立運動記念式典報道に温度差とということでした、うんはい、3月1日がその韓国の独立運動、うん、独立の日ということで、まあ、その各地でデモだったりとか集会というのが開かれるということに対して、はい、まあ日本側の報道そして韓国にいる人たちから見たその様子っていうのがやっぱり違うというのがニュースになりました。はいうん はい、そしてえっとこちら今画面に出ておりますのがハッシュタグで在韓日本人現地レポ2019年31節その時私はというものです。はい、でこれが実際にあの韓国にいらっしゃる日本人の方がまあ現地で3月1日がどのような様子ですよということをあのこのようにツイートされているということですね。うんはい。でその一方であのこちら出てますね。はいえー、自民党の参議院議員の 田木美さんのツイートでは外務省から韓国に渡航する方への注意喚起が出ております。うん、危険情報のレベルを S、1、2に上げるべきだという意見も外交部会ではありましたが、結局それはなされず、渡航される方はよくよくご自身の安全を考えてくださいというふうに、まあ,あたかもこう日本人が危険にさらされるかのようなツイート、注意喚起のツイートをされているということですよね。で、この危険情報のレベル1、2っていうのがどういうことかというと、えーまあ、不要不急の渡航はやめてくださいというような、はい、あの状況っていうのがこの危険情報のレベル1、2、2ですね、重い2になっていくという。はい ということでした、まあ、このように温度差があるという状況が SNS とまあその大手メディアというところで差が出てきてるかなと思うんですけれども、はい、エリコさんいかかがですかそうですすそうねあの私も実際なんか経験というか感じたことがあって、うんはい、イランにあの住んでると、まあ、定住してる時に、えー、あの家に帰ってテレビを見てたんですけど、うん、今日すごい大きなデモがイランで起こりましたっていうのをやってたんですね。見てたらあれこれこ今日 いたところだなとこな思って家族と一緒に行ってたんですけど、はい、まあ実際デモはなかったんですね<ー>その日は。なので、まあ、本当に一部のところでそういうのを撮影して報道していたのかそれが違っていたのかっていうのは分からないですけれどもでもまあそのこういった距離があるわけじゃないですか、はい、まあ韓国と日本の間にも。うん、実際にこう近場で見てるわけではないのでやっぱどれぐらいのその あの規模にそのデモが発展して、うん、まあどれぐらいの危険性が出るかっていうのは本当になってみないと多分わからないことだと思うんですけども、うん、基本的にデモといいいうのは私いろんなな世界中で見てきてきますけど危こそんんななにないんですの爆竹を鳴らしたりとかそういうちょっとパフォーマンス的なものはあると思うんですけども、はい、実際に本当に誰かが亡くなるとか殺されるっていうようなとかこう被害があるっていうようなことは今までそんなに聞いたことが ないですね。はい、なるほどありがとうございます。平林先生いかがですか。そうですね。まあ今日韓関係っていうのはもう戦後最悪と言われているわけですよね。うん、あの従軍慰安婦の問題であるだとか、うん、それから徴用工の問題ね、等、え、等、ー、含めてですね。本当に今これ政府間同士はですねどうやって、えー、またこれ修復していくのか行ったらいいのかっていうね。 その具体的な手立てもよくわからないっていうねぐらい今日韓関係こじれてますよね。そういう中でですね、そういう中でえこのフジテレビですかの1万人集会云々っていうですね、これ本当にまあ人のあの日本人の不安をですね煽るようなですねそういうその番組の作り方っていうのは。 はととんでもないい話だと思いますよね。<ー>まあそうやった方がその視聴率が取れるというねま、はいえー、ついついこうじゃあ見てみようかっていうですね、<ー>こういうまあ刺激的なね刺激的なあの番組の番組名をですねつけたら、うん、じゃあちょっとね見たくなるようなですね、うん、そういうその視聴者のですね気持ちに付け込んでですね、うん、こういうようなその番組のタイトルにするっていうのはですね、うん、本当に もうメディアこそ冷静にね冷静にこういう時だからこそ冷静なその対応冷静な報道をですねしなくちゃいけないのにですね、うん、こういうそのまあ,あ反感的なですね反感的なむしろ日本人の感情につけ込んでですねそれで使用率を上げようっていうねでこれ全く実態と違ってたわけですよね。はいあの 三一の独立運動というのはこれ韓国にしてみたらそれこそ民族の尊厳を取り戻すそのきっかけになるですね運動であったわけですよね。で本当に,こう大,事にしない大事にしている運動であってですねそういう時にもう一回それを振り返るっていうのはですねこれはも韓国の国民にしたらあるいは韓国の国にしたらですね当然の話なんですよねもう記念日ですからね。 えー、日本でも日本の,その記念日を大事にするように、うん、韓国はこの記念日を大事にしているわけですよねしかも今年は100周年ということで相当大きな集会がいくつも開かれた、うん、あの政府とそれから自治体で330を超す,す、ね、集会が開かれたと言われてるんですけども、うん、しかしそれに日本人が巻き込まれて何、ね、か身の危険を感じるようなことは一つもなかったわけですよ、うん、結果的にね。うん 結果的にそれは本当に平穏なですね平穏なデモであり平穏な集会であったわけですけどもねしかしまあねそういうのであったんですけどもね結果的にねしかしこのフジテレビのこういう報道ですねフジテレビっていうのは前にあの官流ドラマをですね随分積極的に流してであのいわゆる日本の右のね右の団体からですね デモをかけられたっていうですねこれ何年前ですかねもう10年ぐらい前ですかね、ええ、そういうことが確かあったんですよね、うん、だからそれに懲りてですね、うん、まあしかもフジテレビは富士山系グループですから、うん、<laughs> まあここはまああ,のあんまりそのこれ以上言わない方が僕はいいと思うんですけどもね富士山系グループっていうこともあってですね、うん、えもともとそういう主張を持っているかもしれないですしね、うん。うん えー、まあ,あそれプラスうそのお、まあ、さっきも言った通り韓流のドラマを流すことに、うん、対してのデモをですね、うんえー、仕掛けられたということでちょっともう懲りてるっていう感じもですね、うんうん、あるのかなっていう感じもするし、うん、それとまあしかしまあ,あのはっきりしてるのはもう視聴率を取りたいっていうですね、うんうん、そういうある意味で、まあ、そこの浅い発想からこういう。 もうとんでもないネーミングをです、ね、つけて、えー、日本人の不安をですね煽ってるっていうねで、まあ煽ってるっていうことで言うと先ほど紹介があった自民党の参院議員のです、ね、ああいうツイ,ツイートもです、ねえー、全く国会議員が日本人のナショナリズムを利用するってことは、ね、本当にこれ気をつけなくちゃいけないことなんですよナショナリズムに火がつくとです、ね、その火をつけた国会議員ですらもう制御コントロールが不能になりますからね。えー であるのにかか、ね、わらずこういうツイートをです、ね、もう簡単に平気ちゃらで流すというです、ね、それ本当にまあそこの浅い考えの浅いや,あのやり方だなというふうに思いますよね。うんうん なるほどあの今のお話もそうですしあと2月の, 2>、はい、あの28日に薬師寺先生がオペードに出演された際も言ってましたけど、はい、こういうふうに、まあ、自民党の議員の発言だったりとかそしてテレビの,その反日集会っていうようなネーミングだったりっていうものによってこう私たちはただ,のただのって言ったらあれですけど、はい、反日ではなく反日のデモではなくそもそも独立を記念するっていう、はい、そういうことが趣旨なのにもかかわらず、うん、その3月1日はあたかも日本に対して反日の何かをする日なんだというようなこう あの思い込みを私たちが持ってしまうこの報道を見ることだったりこういうい議員さんのツイートを見ることによってそういう思い込みを持ってしまうで違うんだよ、そうじゃなくてこれは独立の日で全然反日がどうとかじゃない独立の日であるということを薬師先生もおっしゃってましたけどやっぱりそういうところにこう私たちが知らず知らずのうちにそういうステレオタイプを刷り込まれないようにしなきゃいけないなというのは今の平林先生の話そして薬師先生のお話を聞いてすごく思いました。やっぱりあの視聴者の方もプレイリードちゃんさんから 半日半日って地上波は煽りすぎすごく怖いですとかあと、野崎さんから不要不急とは何か台風などがあり一刻を争うような業務もないのに出社や通学するようなメンタリティーの日本だとよくわからないですよねってやっぱりちょっと煽りを皆さん感じているのかなといったツイートも来ていいまますす、ねはい、ありがとうございますそれでは3つ目のニュースに行きたいと思います。